小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。こんばんは、俳優の小坂亮太郎です。俳優は夜に語りきは、舞台俳優が週替わりで登場して舞台とは違う一面をご覧いただく番組です。今回はこんなメールをいただいています。ガーデンバームさん、私は小さい頃もみじ狩りを、もみじを大量に集めるゲームだと思っていて、家の近所の公園から大量のもみじを持ち帰ってお母さんに嫌がられていたことをさっきふと思い出しました。いやすごい面白いね、かわいいな、すごい。小坂くんの秋の思い出は何かありますか？いや、もみじ狩り大量に集めるゲーム言った後はないな、さすがに。それは負けるよ、負けちゃうよ。思い出が全部書き消されたもん、俺の思い出、今のもみじ狩りにね、あのね、秋の思い出って難しいよね。なんか冬夏とかでも、秋は俺一番好きなんだよね、季節としては。毎年好きだけど、まあ強いて言うなら、まあ秋といえば文化祭みたいなイメージが自分の中にあって、あの2日間あったのよ、文化祭が。でも高校1年2年3年全部毎年2日あって1日しか出れないっていう、でそのうち1日は仕事っていう、だから2日間丸々文化祭出れたことが1回もないから、ちょっとそこは悔い残るっていう、ちょっと悔い残る思い出。まあその分1日すごい楽しいんだから、それが思い出かな。あ、そうそう、あの文化祭でね、初めてお化け屋敷入ったのよ。入ってそれが初めてだった。今までお化け嫌いで避けてきたけど、文化祭だったらいけるだろうと思ってそこで初めて行って、2回目はあなたは知ってるか分かんないけど、有機構成とのあのイベントでお化け屋敷行ったんだけど、本当に行きたくなくて、その時もマジで行きたくないって言って、結構俺ひどいけど、俺マジでちょっと切れて、あの本当に嫌だってね、なんでイベントなのになのみたいな。で昴生君も俺も嫌だよっつって、どうするどうするっつって、本当にもうマジで入んのに時間かかって、もう早くしてくださいお客さん入っちゃうねみたいな。でも本当に嫌だみたいな、じゃあ行こう行こうって昴生君が引っ張ってってくれて、じゃあ行くよっつって、最初は後ろついてたのに俺、昴生君のあの出るときは俺が先導で出てくるっていう、怖すぎて、でもう俺二度とお化け屋敷行かないっていうのということで、ではそろそろ行きましょうか、今夜も最後までよろしく。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。他にもたくさん届いてるメッセージご紹介しましょう。ミーアさん、最近編み物を始めたのですが、楽しくてすごいやり込んでしまっています。 WW、 亮太郎くんは最近何かやり始めたことありますか？なるほど、編み物いいね。編み物できるんだ。まあ挑戦してるってことかな。いやいいな、編み物してみようかな。あのね、最近やり始めたのは、まあ動画編集してるって言ったけど、もうカットまではあの終わって、いやまだそこかよって思うかもしんないけど、あのね、テロップの入れ方がマジで分かんなくて、前はできたんだけど字体の変え方とかが本当に分かんなくて、今で友達でできる人いるから聞いて、で一昨日ぐらいに聞いたのかな。だからあのそれで一歩前進、もうあとテロップ入れるだけなんで、あとまあ音楽とか入れるだけだから、まああとオープニングエンディングとか作んなきゃいけないけど、そんなのまだあれだから、まあ友達に教わりつつ、でも本当に動画撮ってる。だからその動画撮ったのだいぶ昔だから、髪長いのよ。まあ待っててくださいっていう、まあでもちゃんとやってるんでね、そこはご心配なくということで、僕は最近やり始めたことはまあ編集動画ですね。はい、続いてねねさん、
初回放送で英検と大学受験を応援してほしいというお便りを読んでいただいたものです。あ、お久しぶりです。まさか読んでいただけると思ってなかったので本当にびっくりしました。そして小坂くんに頑張れと言っていただいたおかげでモチベーションが上がり、無事英検大学ともに合格することができました。なるほど、おめでとうございます。いや、これは嬉しいね。本当に嬉しい。小坂くんには本当に感謝してます。ありがとうございました。いや、もうこちらこそありがとうございましたよ。おめでとうございます、本当に。いや、嬉しいね。なんかこう直接でも、まあ僕の力じゃないけどね、それはあのねねさんがちゃんとあの頑張ったから合格したから、もうそれはもう僕にありがとうございました、ね、もう自分を褒めてください。ねねさんは、これを聞いてるあなたは、あのもしかしたらまだ受験あるかもしれないっていう、だからその人のために僕はあの合格するように願って本当に応援してます。はい、ということでたくさんのメッセージありがとうございました。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき、小坂ニュースヘッドライン。秋沢健太郎、小坂亮太郎によるオンラインツアー終了しました。10月31、11月1日の2日間、秋沢小坂の秋田をズームで覗いちゃおう、爽やかホラーツアーを開催しました。菅健太くんもオンラインでゲスト参加してくれて盛り上がりました。ということで、いや、そうなんですよね、健ちゃんと2人でオンラインツアー、いや、これはもう楽しかった。ほんと一番思い出残ってんのが、10月31日にしたからハロウィンなのよ。仮装はしたいなっていうことで、かぼちゃの大きいぬいぐるみ頭にかぶってオレンジのつなぎを着たのよ。もう、ま、オレンジ、あの真っ赤とかじゃないけど、ま、オレンジのして、それをケンちゃんと二人で歩いたのよ。まあ武家屋敷みたいな、武家通りみたいな、まあおじいちゃんおばあちゃんだったり子供だったり家族連れだったりがいっぱい、観光客が通ってる通りなんだけど、そこにもう、まあ綺麗よ、屋敷とかがあって、ちょうど紅葉の時期だから紅葉もオレンジで綺麗な感じで、もうみんなあのアイスクリーム並んだり、そんな中、まオレンジが2人でスマートフォンで、あのズームだったんで、僕とケンちゃんが秋田で観光してる時にそこを覗いてる風にズームであのファンの人に見てもらうっていうやつだったから、いやー、ここはいいですねとか言ってるのよ。もうそれがもう衝撃的すぎて、自分的に、え、これ絶対場違いじゃんと思って。でもそのやっぱね、子供ってすごいって思ったのよ。もうちっちゃい子供、もう100センチないぐらいかな、めちゃめちゃもう本当にちっちゃい子は、あのまあオレンジの2人見てめちゃめちゃ不思議な目してた。もう不審者を見るような目、本当に。いや、子供はあの分かるんだなって、服の色があんだけ派手なだけでいけないもの見ちゃったみたいな感じの目で見られて、いや、それが本当にね、あの思い出に残ってる。まあでもやっぱ秋田2回目なんですよ、僕行くの。秋田で1回目は映画の撮影で行って、その時は1日だけだったから、まあ仕事っていうのもあってすごい空気が綺麗だけだったんですよ。まあ今回秋田いろんないい場所知れて、あと地元の人がすっごい優しい。多分その優しさはズームで見てくれた方はわかるんですよ。僕とケンちゃんがお昼ご飯とかで食べてる時に店主さんが入ってくるんですよ。あのズームしてる時、あ、これ食べなよみたいな、これ見てくれよみたいな。で、それ本当に優しいのよ。でもなんか自由ですね、やっぱ。これ話すと長くなるけど いいかな。漫画展みたいなの行って、秋田のいろんな漫画の作品の原画とかが置いてある場所なんだけど、まあそれ楽しかったんだけど、じゃあそれでは、あの秋沢さん、小坂さん、ちょっと外行ってくださいってスタッフの方に言われて、わかりました。外出たらなんか毎日かわかんないけどイベントで花火みたいな上がってて、しかも畑なんですよ。隣に漫画美術館あって、
でその畑のど真ん中で花火みたいなのあげる人がいて、わざわざ僕らが外に出てくるの待ってくれて、いざ花火バーンっつって、うわーっつって、全然花火じゃないのよ。でもあのね、短冊みたいな、パラシュートみたいな、なんかもうほぼパラシュートで、あのイメージしてもらうと花火じゃないのよ、忘れて、なんか飛ばすのよ。なんか飛ばして、そしたらその上から紙みたいなのが落ちてきて、それを拾って、それが抽選券になって、それをガラガラ回すと何等じゃああげますみたいな、商品と交換できるみたいな感じのがあって、でもう子供とかもやっぱ可愛いんですよ。あの、これ行こうみたいな、何人も家族で、気をつけてねみたいな言って、でそれでわあすごいねってケンちゃんと二人で見てたら、あの畑耕してたおじいちゃんがもう自分が耕してた畑踏みつけてその抽選券取りに行くっていう、もう畑大丈夫っつってやばいやんって言いながらめちゃめちゃおもろいのよ。でもなんかそれが許されるのっていいなっていう、なんか童心の心っていうか、そういう失っちゃいけない心みたいなのは秋田で手に入ったっていういい思い出ですね。はい、ということで以上、小坂ニュースヘッドラインでした。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき。続いてはリスナーのあなたと声でつながるこのコーナー、もしもし今何してる。まずはメールを紹介します。マナさん15歳、若い。私は専門学校に通っており、将来は舞台のヘアメイクとして活躍するために勉強していますとのことですけど、まあどんな勉強をしてね、どんなことに悩んでるのか、聞いてみましょう。もしもし、こんにちは。こんにちは、マナさん。はい、そうです。今何してる？今友達と喋ってました。友達と喋ってたの？はい。大丈夫？電話して今。はい、大丈夫です。あ、本当に？じゃあさ、あの質問っていうか、あれ、ありがとうね。あ、はい。学校でさ、はい。最近どんな勉強してんの？メイクとかヘアの勉強してます。うん、すごいね、その。で、あれでしょ、舞台のヘアメイクとして、なんか、はい、そうです。すごいね、そういうメイクしたいっていう人はさ、あのいるけど、実際に本当に勉強してるっていうのは初めてかもしれない。テストとかさ、なんかそういうのあんの？なんかたまに、その実際にある仕事のところにアシスタントに行ったりとかもあります。へー、あ、そうなんだ。じゃあ実際、はい、例えば舞台とか、はい、なんかそういうのにアシスタントして行くの？はい、そうです。え、すごいね。じゃあもしかしたら僕も会ってるかもしれないってこと？いや、まだあの1年生なのでそういうそういうことか。あ、じゃあこれから頑張ろうっていう感じなのか。はい、はい。緊張とかする？なんかもしこれからさ、はい、行くこととかになるわけじゃん。はい、緊張、なんかどんな感じなのかとかまだ全然わかんないので、うん、もうずっと緊張しまくって。なるほど。俺がね、じゃあね、いいその緊張のほぐし方教えてあげるよ。ありがとうございます。じゃあ言うよ。はい。まず手にね、人っていう字を書くのよで、その書いた手の字を、あの人っていう字を飲み込むの。飲み込むふりすんのね。で、それを10回繰り返すだけで緊張解けるから、本当に騙されたと思ってやってみ。ありがとうございます。わかった。はい。もしそれでも緊張ほぐれなかったらごめんね。大丈夫です。うん、じゃあぜひやってみてね。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうね、勉強頑張って。はい、頑張ります。はい、バイバイ。はい、さよなら、うん、じゃあ友達とピーチクパーチク楽しんでね。はい、うん、ありがとうございます。はい、バイバイ。メイクしに行きます。お願いします。はい。
はい、はい、はい、ということでマナさんとお電話つながりましたけども、めっちゃ笑われてたけどでもまあ楽しんで聞いてくれたかなっていう、絶対あれ友達も聞いてたよねでも嬉しいね、なんかこういうね、まあでも良かったんじゃないかなという、これで緊張ほぐれればなと。まあ聞いてるあなたも、もし緊張してるんだったらぜひね、僕が言ったあの手に人を書くっていうのをやってみてください。電話へのご応募ありがとうございました。小坂亮太郎の俳優は夜に語りき、いかがでしたでしょうか。この番組には裏の顔俳優と深夜に語りきもあります。こちらはクリエイターによる創作の総合マーケットブースでの有料配信となります。ぜひ夜と深夜合わせてお楽しみください。今回は前回の配信で触れました中3ブログ、このことについてね、最初は触れようかなと思っております。詳しくは番組サイト、番組ツイッターをご覧ください。そして7月から4ヶ月にわたってお送りしてきましたこの番組、まあ残念ながら今回で最終回となりました。いやーでも早い、早いね。でも7月から一応やってるけど、まだ6回しかできてないから、もっとやりたかったな。ね、もっと聞いてくれるあなたがもっと見てほしいと思ったら復活するかもしれないっていう、応援の言葉っていうかね、もっと聞きたいっていうのがくれればなと思います。いやでも楽しかったですね。まあいや、こうやってラジオやってて一人で喋ったり、声だけで何かを伝えなきゃいけないっていう大事さとか、まあそういう技術はマスターはできてないけど学べたっていう、すごい自分にとってはいい経験させてもらったと思います。いやー寂しい、寂しいですね。ありがとうございましたって言いたくないですもんねまあでも、もし深夜もあるんで、ぜひそちらお聞きください。それではこれまでありがとうございました。またいつかラジオでお会いしましょう。小坂亮太郎でした。バイバーイ。